全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。はい、では今回ですねファーストリテイリングの内部事情ということでゲスト鳥さんお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。鳥瑞希と申します。大学卒業してからユニクロで働きまして、その後プロスポーツチームのチアリーダーとの両立のために日本生命に転職をしました。丸5年間営業活動をして29歳で独立をして現在に至ります。早速じゃあ新卒で入られたファーストリテイリングですね、どんな企業でどんな部署があるんでしょうか。ファーストリテイリングの中にユニクロ GU アパレルブランドがありまして、で私はそのユニクロに入社をしました。新卒4大卒で入社をしてナショナル社員という形で全国転勤ありの部署に入社をしました。入社して1年目からどんな業務担当されてたんですか。まず最初は4大卒で入社をするともういきなり店長代行者っていう形で店舗にいろんな従業員の方いらっしゃるんですけど上に入ってくるんですね。そこのポジションからスタートで全てもう本当に任されます。店舗管理全てですね、在庫の仕入れから店舗チェックからレジ締めからあとスタッフさんの採用、店舗での採用から本当に全て行ってました。実際にこう具体的な1日のお仕事のスケジュール教えていただいてもいいですか。私がいた当時は今はちょっと変わったみたいなんですけれども早番と遅番っていう風にありまして、早番だと7時15分出勤なんですね。7時15分か7時半出勤があって、でもお店のオープンは10時とかなんですよ。じゃあそれまで何するのって言ったら、正社員の店長代行者っていう立場ですと店舗チェックから入ります。店舗チェックっていうのは在庫の漏れがないかとかレイアウトスタッフさんに指示を出したりですとか重機入れ替えたりとか、ユニクロって毎週売り場が変わってるのと思うんですか。毎週ですか。毎週変わってるんです。毎週月曜日には売り場が全部変わってるんです実は。で重機がうまく動かせるようになっていて、そういう作業を全部終わらせて9時半になったら朝礼を始めます。スタッフさん30人40人とかの前で店長代行者が朝礼をして、例えばユニクロの社員全員もう共通認識である話なんですけど、売上イコールお客様単価かける客数っていうのを、売上は何ですかって聞いたらもうみんなそれが答えられるみたいな状況で、あと前日の売上、客単価、客数、平均単価っていうようなところまで徹底した上でお店が10時にぴったりオープンするっていう流れでしたね。ただ最新の情報ですと今はもう7時台出勤っていうのをやめたみたいなんですよ。今は早くても8時半出勤。これなぜかって言いますと、今まで9時半まで店舗でやっていたことを全て業務時間中にやるっていう風に変えたんですって。なぜかというと、お客様がいらっしゃってるオープン中にいかにスタッフが多く見せるかっていうところに人を割くようにして、なので今までは重機の入れ替え、本当にもうすごい移動するんですよ重機ごと。たまに怪我人出るんですけどその重機の移動も今まではお客さんのいる前では絶対やっちゃいけないだったのが、今はやってもいいに数年前に変わりました。それはいっぱい作業しててお客さんの前でスタッフ動いてるとこ見せた方が活気がある感じがして売れるみたいな。それもあると思うんですけれども、あとは単純にお客様がいる時間にスタッフがいる、いつでもお客さんに声かけられてもいい状態にするっていうのが一番の狙いだと、そういう風にされたみたいです。終わって帰る時間って何時ぐらいですか。早番でしたら7時15分出勤だったらもう4時半とか5時なんですけれども、結局じゃあこの後残れるって言って常に残れます、断れなかったりとかすると延々残業が続くんですね。ただ1分単位で残業代が出るので、そこを狙う方だったら残業代で正直稼げちゃう。ただ私の場合はチアの活動もあったので定時ぴったりで上がるっていう風に動いてましたね。そうすれば結局やっぱり残業する人って毎回一緒なんですよ。で私が常にスタッフさんに指示出してたのは、絶対仕事は時間内に終わらせる、人件費も発生してるわけですし、その人件費っていうのも店舗の店長代行者たちが任されているところなので、ダラダラ仕事されても困るので、もう逆にタイムカード切ってからもダラダラ働く方って結構やっぱいたんですよ。タイムカード切らないと怒られちゃうからっていうので、それは絶対やめてくれって言って、私が自分で見てた店舗は締めの作業の時はもうタイムカード切った人は商品触るなって言ってやってました。でその店舗での勤務配属からどんな感じでこうキャリアアップしていくんですか。その後はまず必ず全員店舗に配属されます。そこから店長代行試験っていうのがあるんですけれども、もともと店長代行で入るんですけど、正式な店長第一代行者っていう形の試験を受けて、でそこからどんどんキャリアアップになってくるんですね。これ公式ホームページとかでも出てるんであれなんですけれども、綺麗にランクが分かれてて J1 から K4 までこういう風に綺麗に分かれてます。黒毛和牛のランクみたいなそうです。この K4 はもう柳井社長 J1、J2、J3 ってあるんですけれども、4大卒のナショナル社員だと J3 からマックスのところからスタート
ートになります。そこからキャリアアップするためにはまずは店長になってそこで売り上げを作る、店舗を任されて店舗をしっかり運営する、その後はスーパーバイザーを目指される方が多いです。スーパー店長スーパーバイザーっていうのがあるんですけど、そこを目指して、まあ、そこまで行くのはなかなかかなり大変なことだと思うんですけれども、その後はこれ裏話なんですけど、実はフランチャイズがあったんですね1年前まで。意外ですね、直営しかないイメージでした。そうなんです。で、はい、これは世間に出てない話なんですけれども、スーパー店長スーパーバイザーを経験して本当にかなり上まで柳井さんの側近まで行けばフランチャイズとしてやることができましたと。最終的に1年前までフランチャイズが実は全国で30店舗ほどありました。これ社内の方も多分知らないかもしれないですけれども、なんですけどこれがなくなりました。その30社要はフランチャイズは全員もうユニクロ退社して社長になりますよね、うんうんうん、ユニクロを戻ってもいいっていう制度もあったんですけど全員辞めたそうです。30人全員が。その店舗はもうクローズってことですか？ユニクロが買い取るとかじゃなくて店舗は本部が持つっていう感じです。今も店舗は残ってます。なので旗から見ればフランチャイズだろうが何だか全くわからないんですけれども、うんうん、じゃあその30人はどこに消えたんですか？30人は今自分で自営やられてたりとか、あとは今働いてないっていう方もいますね。そこまででがっつり稼がれてっていう方もいたりとか、うんはいはい、なんでなくなったかって気になりません？いや気になる気になるやばい気になる。これ実はフランチャイズで代表取締役で自分が資本 100% 持って皆さんやると思うんですけれども、そうなったら副業していいって思うじゃないですか。ユニクロ以外もやっていいって思いません？だってもう自分の会社なんですから、はい、それがダメだったのにやっちゃったと、やった人がいたみたいで柳井さんが激怒して、社長が激怒した結果、なんでそれに集中しないんだってなって、でフランチャイズ全部撤退だってなって全部本部が買い取って、そこでそのうち30社の社長たちをまたスーパー店長に戻すっていう風な制度も提示したみたいなんですね。その時の提示が退職60歳までずっと現役でスーパー店長をやっていれば1億円っていうようなところを提示して、結局でも誰も、まあ、今更残らないですよね。やっぱり今までオーナーでやってたような人たちが今更なんで雇われなきゃいけないんだって多分おそらく思うと思うんですよ。キャリアの話に戻るとフランチャイズに行ったりとか、あとは現役でずっと現場にいるっていう感じですね。稼ぎたかったれば現場。商品開発とかまた違うんですか？本部みたいな感じとか。実はキャリアアップしたら本社勤務っていうわけではないんですよ。ユニクロの場合は本社勤務のほとんどが転職組なんですよ。どういう部署が本社勤務になるかっていうとですね、それ気になりませんか皆さん？気になります。もう本社行きたいって思いますか？いや行きたいです、行きたいです。本社にいる正社員で店舗から本社に行ってる人たちのほとんどはまず営業系、営業系の部署だったら店舗からの夢はあります。ただ管理系の部署は商社からの転職が多いそうです。三菱商事とか双日とか、店舗から本部に行きたい時は社内公募がかかるんですよ。でメールで回ってきて、それは全員共通で見れるんですけれども、でそこに応募してっていう感じになります、ね、あとは本部の中でも結局また J1 から上までの役職は変わらなくて、一番やっぱりネックだと思うのが、ある一定のランクのバーを超えるためには TOEIC が700点ないと、どんなに店舗で成績出してもどんなに頑張ってもそれ以上上にはいけない。無理だ、どうしよう。勉強したい。店舗の売上が上がったらそのインセンティブみたいなのあるんですか？インセンティブってそれはボーナスに反映します。店舗で売り上げ上げるってどういう風な形が多いんですか？トップ店員の方からこれどうですかって言われるイメージはなくて、欲しいものがあって買いに行くみたいな感じだから、お客さんの実勢に結果を求められるイメージなんですけど、どうやって売り上げ増やすの？私たちが普段スタッフさんとかにも常に言ってたのは CS 顧客満足度をいかに上げるかっていうところなんですよ。こう見てる時にしれっと声をかけに行って、例えば T シャツ見られてる方だったらズボン合わせていかがですかとか、そこでどんどん先ほどの売上イコール客単価かける客数っていうのは常にみんな頭の中にあるので、客単価を伸ばすために T シャツ買ってる人にはズボン勧めるとかベルト勧めるとか、あとはそれをどんどん繰り返す。なので CS がいいところは必然的に売上も伸びますし、リピーターが増えてくると思うので、意外と接客してないように見えて接客してたりしますね。 あと評価制度で言うと面白い話があって、気になるでしょ？気になります。気になりますよね。360度評価っていうのが今はできたそうです。でもなんとなんとなんとどうぞ。ずるいなあの人。360度評価っていうのは店長に対して全アルバイトとか全社員が評価をするんですって。その店長のこと、社員全員にどう見られてるか、この店長はできるできないっていうのを評価をされて、それがそのままいろいろ直結するっていう制度が出来上がったりとか。ということでユニクロの内部事情でした。ありがとうございました。ありがとうございます。